よいしょ。多分ここら辺走ってたらなんかワンパぐらいには会えそうな気がするんだけど、いないかな。いや、まあス、まあ、スクワットやけ、あーやばいやばいって、さすがに。いや、もう、いや、おかしい。いや、ワンチャン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 ある。ここからの大回転を見せる。検問されてね。検問されてね、ゴチゴチ。ん？何で？何持ってる？おー、なんか前もすごいぞ、前もすごいぞ。お、ちょっと待ってよ、これワンチャンやばい。普通に、あ、行ったん行ったな。頭狙えてるんだけどな、一応。え、これさ、いや、この流れに上司行くのありかもしれない。我もその流れに乗ります。うわー、いや、ちょ、お前ら壊滅すんの早くない？ちょっと待って、大丈夫？おい、ベン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 、やばい、ちょっと、いや、えげつなかったかな。ごちごちに検問突破してきたんだけど、俺。検問突破ごちごちにしてきたんだけど。え、勝たないそれ。え、硬くないっすか。あなただけ、その、なーま、来てんの、ほんとに。ずる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 、普通にずるいんだけど。俺もお前負けそうな。なんかめちゃくちゃやり合ってんだけど。へぇ、待って、後ろに1枚いる。 OK。 お、あ、お、これで終わりか。来たー、いけ、なに、一輪と、はっ、やば、あいつ、それお前、それ死に申したな、完全に。はい、こっちからこんにちは。やばい、あいつ多分追いかってるわ、完全に。待って、やばい、うわ、ぶね、やりきったー、危ねー。こいつなんかいいの持ってくね。うわ、AK、あざます、すいません、あざます、 AK、 あざまるコレクション行きましょう。左に突き倒しに行くか、うん、インナー近く、いや、待って、2枚いる。まさかの2枚おいでなすってる。待って、見られてんな、どうしよう、これ。待って、これ隠れた方がいい。待って、ま、今前もおらんへんかった、気のせい。待って、上から来てるわ、1枚、1枚持ってた、もう1枚、多分ここから来てるよね。やぶね、あぶね、それやり、やぶねー、こっちあるんじゃね。いや、もうバカチン、ほんとに。いや、バカタレ小僧。 OK、 1枚。いや、いいね、気持ちいいね、エミニーなら。で、あそこに入れて、あー、その丘とその丘ね、なるほどね、やるほどな。それウフジウフジでボコボコにされてんだけど、大丈夫かそれ。あ、バカ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 、そう、本気だぞ、おいおいおい、おい、おい、おめ、ちょ、待って、おい、ウジアロバカ野郎、おい、おい、あ、どうも、こんにちは。やばい、せっかくのウジやつ、俺かき入れた。あ、多分弾足りるっしょ、これで。オッケー、あ、いるね。あとちょいの弾でやれるっしょ、これ。オッケー。よーし。今回なんですけども、今回このサダール、あ、違うな、これ。この新しいレジャーなんですけども、仲間合わせで、これ、ね、なかなか面白いね、レジャーでね。このサダールとかエリザベスとかジャスタベって仲間が3人いるじゃん。この3人の仲間を戦闘にね、連れていけるんだけど、まあ、各ね、これそれぞれスキルがあって、それサダールが、まあ、この下に書いてあるんですけども、周辺の敵と高級物資を探知できると。まあ、レベルを上げれば上げるほど、探知できる範囲が広くなります。で、パッシブスキルっていうのはよくわかんないけど、これ、移動速度がまあ速くなるらしいね。で、これは、仮装することができる。例えば、こういう箱とかだね。こういう箱とかにも仮装しようと思ったら仮装することができるって感じですね。必殺技使えば。だから隠れることができる。で、今回ジャスタウェイはね、まだ使ったことないんだけど、なんか指定エリアの攻撃を与えることができる。まあ、要するになんか必殺技使ったら、なんか爆弾がね、なんか上から相手に降り注ぐよ。プレイヤー相手に降り注ぐよって言った感じです。はい。なんで多分俺は、一番ジャスタウェイが、やばいと思う。シンプルにこいつを育てて、レベルをめちゃくちゃ上げたら、なんかこいつ1回だけ発動するだけでほとんどの敵が変われるんじゃねえのっていう。いや、まだ使ったことないからわかんないんだけどね。
まあでもエリザベスは使ったんだけどめちゃくちゃ強かった。なんかあの物に隠れる仮装なんで、まあ敵に気づかれないっていうね、よくよくあるあるパターンですね。さて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 、まあみんなはねこういう感じでオールド近くにまあみんな降りて、まあここでまあひたすら戦い合うっていう感じ。最後までねアンチの中に入って制限時間内にまあいろんな敵を倒したりしてたら勝ちっていう多分感じかな。いいね、物資がいいね。こういう感じでなんかねあれがあるんよね、このなんか経験値みたいなやつ、さっきの見たと思うんですけど、もう経験値とかがあって、まあそれを要するにまあ拾っていくと、でそうすると、ここのなんかそのレベルっていうのが上がっていくんですね。ここにあるこれ一回使ってみようか。じゃあさ行くぞお前、使って、わーめっちゃ経験値ある。でこれ使ってみるとどうなるか。なんだよこれ、なんやこれ、んここに爆撃落ちるのか。いや俺も食らったし、マジか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 、そういうことね。あ、なるほど。え、じゃあだったらこれ室内とかで使ったらめちゃくちゃ強いんかな。室内でなんかあの室内の中の人でも食らうっていう話だったらマジで鬼強いと思うけど、これあはかわいい。あれ死んじゃったらね、なんかね雪だるまになるらしいんですよね。雪だるまになってなんか火の近く行って、まあ昔だったらレジャーのあれっすよね、雪だるまになるんで、それで火のところ行くとまた復活することができるよっていった感じの今回ゲームになっておる。いやー待って、これ XP をこれで経験値をたくさん拾っていくと、でこれで今レベル3だから、ちょっとやれるならこれでやりたいよな、できたら。ミスったー、釣りミスってもうた。だからここにマップ上になんか火があるから、これで雪だるまでこうやってコロコロしながら、この間はもう無敵状態なんでね、この間は無敵状態なんで火のところまで行って、かわいい。ジャスタウェイもついてきてるっていうね、なんか怖いねジャスタウェイ。あーでこういう感じで、そうなんですよ、こういう感じで火に当たってまあ回復すると。いやつも逃げてったね風に。まあ最初はねやっぱり無敵状態っていうのがあるんで、ここでまあ無敵状態をまず築き上げて、こいつやらんといかんな、まず最初に上だな、上にいんな1枚やばい詰まった。いやあいつやりて、待ってこれさワンチャンこれ食らんじゃね、いけ、じゃあワンチャンこれ食らんじゃね、食らんじゃね、これ食らわんのかな、待ってなんかそこら辺来るね、ちょ怖い怖い、えこれは、いや室内は食らわんやつか、食らわんのかい。食らわんのかいこれマジで。じゃあ外だったらじゃああんまつけて、じゃあエリザベスがやっぱ一番強いかな、もしかしたらティンク、ティンク、どういった、いるんだけど、もうなんだよおめえ、もう邪魔す、ここだよ敵は、ここにいるよ。場所を教えるっていうね。こっちいいんじゃねえ。はい、ここで敵いるぞー、そうだ頑張れやれ、お、ナイス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 、やんじゃんやんじゃん、なんだジャスタウェイのやつ、あれちょっと使いづらいな、だったらとりあえずここで、まあ、火に当たって回復して、まあ、あとはアンチ内に入りながら、まあ、ポイントを高めていけばいいっていう感じなのかな、これに関しては。みんな温まりに来てるわ、完全に。すごいそうだね。お、いないな。あぶねえ、いるね、いるね。あ、そうだそうだ。あ、ブッシャーされんのや。行ってこい、温まりってこ、かわいいな、待っている、あぶねえ、オッケー、でどこだ、ちやばい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 、いろんな敵がいっぱいいるわ、ちやばいやばいやばい、ここら辺にたくさん敵いる、レベル5だから使えるなら使いたいけど、ああ分かった、じゃあもう先にここら辺で使っておくんだよとりあえず、いてで食らうやつは多分食らうっしょ、これでやばい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 、ちょっともうちょっと頑張りたいよ、もうちょっと頑張りたいよ、ひやばい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 、ここに先つけときゃもう勝ちなんじゃねって思っちゃうけどな正直。いや俺無敵状態で今食らわねえからこれ。ひでえ話だマジで、ちょっと待ってこれやばい、来ちゃうからな無敵状態のまま、お、やばい来てるな来てるな来てるな、ちょっとやめ邪魔だ。やばい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 、おー、なんかなんか消えてた消えてた、みんなオッケー、1枚やった、くそ、俺がやれるかい。まあ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 、面白いな、6位か、いや惜しいなー、すーげーいくつかジャスターウェイがかわいい。ってことでこの動画を受ければ皆さん、チャンネル登録&高評価よろしくお願いします。皆さんまた、バイチャ。